金輪寺は、東京都北区岸町一丁目にある新温州、霊雲寺派の寺院。当寺は、明治36年に、それまで、近隣の王子神社及び王子成神社の別当を、務め、江戸時代には、徳川将軍家の御前前にもなった、地域を代表する寺院であった、前、恵比寿山東公院金輪寺の死亡の一つであった、藤本坊が、金輪寺の名を次再興したものである。 最高にあたっては、新言州霊雲寺派の霊雲寺の正幸和尚と、地元の男神との働きが大きかった。同時の墓地には、王子村の名主で、近隣にある名主の滝公園の由来でもある、旗の孫八の墓所もある。阿弥陀堂廃寺になった元の金輪寺は、平安時代の公平年間、源義家が、前九年の役で勝利し、凱旋した折に甲冑を奉納し、 敵方の安倍氏の兵士の冥福を祈る、祈願書を創建したのが始まりであると言われる、古刹であった。その後は荒廃し、いつしか無重の寺となっていたが、江戸時代初期に徳川秀忠の命で有用商人によって再興され、王子神社及び王子稲荷神社の別当寺になり、歴代将軍のごぜぜを務める格式ある寺院となった。また、最盛期には死亡が六つあり、 関東古義派五家寺の一つであった。しかし、神奈川寺は1860年の火災により、佳羅を消失し、その後も再興されずに、明治時代の神仏分離令によりそのまま廃寺となった。前述の通り、神奈川寺の名は死亡の一つ、藤本坊が引き継ぎ現在に至っている。また、別に残った、もう一つの死亡、三田坊は、現在は、神奈川寺の境外仏動。 阿弥陀堂となって、金輪寺の近隣に所在している。ありがとうございます。